こんにちは、国鉄時代の鉄道ファンです。2017年1月22日なんですけれども、いつもねこちらの私のチャンネル、メッセージいただく人から、一緒に撮り鉄に行こうということになりまして、ちょっといろいろと、まあ地元ですけどね、いろいろと撮影してきました。まあここはおとまるの金沢運転場のところなんです。ちょうどね、6×1系が洗車場に入ってきたんですけれども、それで今度はね、津幡の方へ行きまして、ちょっと新幹線を移しました。これはね、白鷹555号ですね。白鷹555号。そのすぐ後ね、輝き507号が、追いかけてきてました。まあ、3分後ぐらいですね。で今度は上り列車白鷹562号。なんかねこの天気がね、完全これ雪だったらいいんですけどね、雪じゃないんですよ。これもうみぞれみたいなね、雨混じりの雪でね、ちょっとね完全本当にこの音が、傘に雪が当たる音なんですけども、本当のね雪だったらね、もうちょっと良かったんですけどね。これはね、次なんだっけ、白鷹557号ですね。これは剣10号。ここはね、津幡の有名なところっていうことないんですけど、新幹線の見える丘公園っていう公園になってるんですけども、これね工事中はね私よく行ってたんですけども、こんな公園もっとちゃっちい東屋が1個あるだけで、大したことなかったんですけれども、なんかねすごく綺麗な整備されてしまってね、線路まで近づけないような状態になってしまいました。で今度は津幡から、津幡の本津幡間で移したディーゼル特急ですね。七尾線の唯一のディーゼル特急になりました。でこれは同じ場所で撮ってるんですけど、ちょうどね七尾線とこっちの IR 石川鉄道が分かれるところなんで、両方撮れるんですよ、この間におると。でこれはサンダーバード15号、先行試作車ですね。今ヘッドライトが片方消えたのは硬直セクションで、あそこちょうどセクションなんで切り替えをするところで切れましたね。でちょっとね七尾の方へ行きまして、面田と宝達の間なんですけれども、これは 847M 七尾行き413系3両ですね。これがまた遅いんだわ、来るのが。天気はね本当に完全に雪じゃなくって、もう雨と雪が混ざったみぞれっていうような感じ でまた風が強くって、ちょっといまいちでした。もう雪が降るならね、完全に普通の雪になってくれた方がね助かるんですけれども、これなんか乗務員2人乗ってますね。今度は反対方向からの列車です。 852M ですね。これはさっきのカメラと、こちらの今手持ちで持ってるカメラと2カメで映したんですけども、これ413系ですね。
あれがまた遅いんですよ。もうなかなか去っていかなくって、でこの列車が隣の面田駅でまたディーゼル特急花嫁の連合と交換してやってきます。花嫁の連合3号が今度来るんですけども、なんかね、あの辺まで行ったらもう動いてるのか止まってるのかわからないんですけど、信号が今黄色に変わったっていうことはやっぱり動いてるんですね。はい、今度やってきたのがディーゼル特急花嫁のれん3号ですね。なんかさっきの電車よりもよく揺れてるような感じですね。これはもう一つのカメラで映した映像です。あのトンネルの向こうが宝達駅ですね。今度はね、羽咋と知事の間で映したんですけれども、 854M 金沢行き415系が久々に来ました。415系と413系とね、前から見たら形は一緒なんですけれども、あの方向幕がね、塞がれてるか塞がれてないかで違いが分かりますね。で今度は能登かがり火5号 6%1 系ですね。今度は先行試作車じゃないですね、 6%1 系。結局ね、なんだかんだと言ってね、このローカル線の七尾線には古い車両ばっかり走ってくるっていうような、そんな感じがしますね。まあ国鉄型の413系、415系、それから特急はね、この 6%1 系とかね。でその後、これは 849M。413系です。この列車はね、さっき能登かがり火がちょうど
白衣の駅でこの列車を追い越して来たわけです。次は先行試作車で能登かがり火8号さっきのサンダーバードの折り返しですね。今度はね、能登部と吉川の間で移したんですけれども、856M 金沢行きですね。これは先頭車がね、4号5系なんですよ。まあ、ここで4号5系が走ってるのも、あれ一つだけなのかな、1両だけなのかなと思いました。次は415系なんですけれども、851M。これはね、吉川の駅のすぐ横の踏切で映しています。ちょっとね、この駅雪が積もってたのでね、この雰囲気を見たら、ああ、すごくいいなと思ってね、で、ここで映しました。でこの列車がね、この駅でまた上りのディーゼル特急花嫁の連と、列車交換します。花嫁の連4号ですね。でポイントの形から見たら特急列車が通過する方が対比線の方ようになってて、まあ普通列車の方が本線の方へ入っているような感じなんですけれども、まあこっちは臨時特急なんであれなのかな、あの対比線使ってるのかな。定期特急だったらもうね、常に各駅停車が対比線に入るかもしれませんけど、まあこの映像でだいぶ夕方になってきたんで、これで撮影を終わることにしました。まあ、今回はこれで終わりたいと思います。お相手は国鉄時代の鉄道マンでした。さようなら。